枝良は CBC テレビのアナウンサー。神奈川県川崎市出身。当院学園校時代は野球部に所属。高校では東北楽天ゴールデンイーグルスの鈴木、大地と中日ドラゴンズの医療正隆は同級生にあたり、一学年上の元横浜 DNA ベイスターズの鏡木のボルトバッテリーを組んだ経験もある。一年間の浪人を経て、早稲田大学商学部に 一般入試で合格し、放送研究会に入る。当時、放送研究会の一学年上には、フジテレビのアナウンサーである、坂主義久や宮沢友が在籍していた。テレビ朝日安クの出身である。一人で遊びを趣味と公言しており、休日はカラオケに一人で足を運び、ディズニーメドレーを歌うこともあるという。2013年に CBC に、 アナウンサーとして入社。同僚の加藤由加と誕生日が同じである。愛称は、枝門。2018年9月9日、スポーツ放置のウェブ版にて、テレビ、愛知アナウンサーの岡田愛マリーと11月に入籍することが、本人のコメントと共に報じられた。報道の翌日の9月10日には、つぼいのりをの聞けば聞くほど、に出演し、出会いやプロポーズについて語っている。 ABCDE, CBC, 枝ダアナとテレビ愛知、岡田愛マリーアナが結婚、ライバル曲、ロミジュリコン、スポーツ放置、2018年10月29日閲覧、北野誠の、ズバリその他の出演者、北野誠のズバリ、CBC ラジオ、2016年7月18日閲覧、お初です。CBC アナ、S ブログ、CBC、 2016年7月18日閲覧。小堀マサル系の新坂へトークジャンボリー2015年4月19日放送分にて、言及あり。同番組では、番組前半のニュース担当が枝で、後半が加藤である。ロミジュリコンの枝ア穴、プロボーズの場所はの、ラジチューブ、CBC ラジオ。2018年10月29日閲覧。ありがとうございます。